兄ちゃん、今日告白されちゃった。お、ミュウの好きなタイプか。俺はある女の子から毎日 LINE をもらう。彼女はお兄ちゃんと呼ぶが、でも実は可愛い。誰？ん？俺の妹、可愛いでしょ。うん、マジ可愛い。お前狙うなよ。お前兄貴するかい。彼女は俺の親友の妹だ。おお、かい、うん、今日も俺ん家でゲームしようぜ。いや無理だな。明日妹の誕生日でさ、今日の夜の新幹線で実家戻んねえと。じゃあな。おう。大輝、妹を頼む。おい、ちゃんと並べよ。兄ちゃん、私そろそろ20代後半だし、服のスタイル変えた方がいいかな。みゆ、誕生日おめでとう。お兄ちゃん服何着か買ったから、気に入ってくれるかな。お兄ちゃん、買いすぎ。でも、ありがとう。失礼します。フルーツタルトです。私頼んでないですけど。こちらサービスです。いい一日を。ありがとうございます。うん、いいですね。はい、はい、じゃあお疲れ様でした。はい、ありがとうございます、はい、いくらですか。あ、今日のお題は結構ですよ。今イベントやってて、インスタとかで宣伝してくれれば大丈夫ですよ。え、ありがとうございます。ありがとうございました。今日どうしたんだろう。めっちゃラッキー。今日はすっごく楽しかった。ありがとう。本当は私分かってたんだ。この番号もアカウントも兄ちゃんが使ってないってこと。あなたをお兄ちゃんと同じように接していれば、兄ちゃんはずっと私の中に存在するんだって思ってた。多分、いや、向かい合わなきゃね。今日ね、私誕生日なの。だから、一つお願いしていい？私、あなたに会いたい。後ろ。あの子のお会計、俺が払います。私、知ってる。昔は、ミユにすごい優しいお兄ちゃんがいた。そのお兄ちゃんに託されたから、俺が面倒を見てた。でも今後は、俺自身が面倒を見たいんだ。好きだと伝えたい。